山岸淳氏は、三重県伊勢市生まれの米国ルイジアナ州ニューオーリンズを拠点に活動するギタリスト。パッパ・グローズ・ファンクとワイルド・マグノリアスでギターを担当している。作曲のモア・コークスクリューという曲は、ラジオ番組、ラジオはアメリカンの主題曲として有名。山岸は1970年代初頭より、日本のブルース、ジャズシーンで活動している。 1972年に彼は長井仏、高志、塩継ぐ信小堀忠、松本照夫といった面々とウエストロード、ブルースバンドを結成した。当時活況を呈していた関西のブルースシーンにおいて彼らは主要なバンドの一つとして知られるようになった。1975年、山岸はソウルバンドのソーバードレビューに加入。1979年には 初の自己名義のアルバムリアリーをリリースした。1980年代にはミックス、チキンシャックといったバンドで活動し、1990年代になるとデイビッド・ティー・ウォーカー、ジェームズ・ギャドソンらとバンド・オブ・プレジャーを結成。3枚のアルバムをリリースし、解散した。1995年、山岸は日本で積み上げたキャリアを捨て、ニューオーリンズへ移住した。 現在もここを拠点に活動を続けている。ニューオーリンズで活動するようになってから、彼は前日の2バンドの他にも、アール・キング、ヘンリー・バトラー、ラベル、クローフォード、マーバライト、ジョージ・ポーター・ジュニア、ら数多くのミュージシャンとの共演を重ねた。2007年には、ウエスト・ロード、ブルースバンド時代からの窮地の中である、塩継ぐンジと共に、オール・ブルース・アルバム、トゥャザー・アゲイン。 ブルース・イン・ニュー・オーリンズをニュー・オーリンズでレコーディングした。このアルバムには地元ジョング・ロー、マーバ・ライトら地元ミュージシャンが参加した。2012年にはチキン・シャックを再結成し、リユニオンツアーを行う。翌年6月には23年ぶりにオリジナルアルバムをリリースし、当年にもツアーを行った。2014年7月25日、フジロックフェスティバルで亡くなっていた。 砂川正和以外の6人で、総バットレビューの1日限定の再結成ライブを行った。ありがとうございます。